吉田賢治出身。日本で小学校の教員を務めた後40歳で、フランスに渡り、生命をテーマにした絵画を多く描いた。モンパルナス墓地にある夫妻の墓1924年、大阪府豊野郡秦の村で生まれる。1944年に、大阪第二師範学校繰り上げ卒業後、土浦海軍航空隊にて特別攻撃隊の訓練を受けるが、 出撃前に終戦を迎える。1946年から池田市立後副小学校の教員となる。1951年に上京し、大田区立入新井第二小学校の美術教師となる。1964年に教員を辞して、パリへ渡り、スタンリー・ウィリアム・ヘーターの版画工房アトリエ17へ入る。スカンジナビア諸国のアーティストが中心となっていた。 アトリエデューノールに加わり、ノルウェー政府から奨学金を受ける。1967年にアペル・レフェノザから彫刻を学び、1988年に亡くなるまで交友関係を保つことになる。1973年に上原博子と結婚。1990年から3ヶ月間メキシコに滞在し、マヤシリーズを制作する。2009年。 病気のため帰国し、84歳で死去。パリのモンパルナス墓地に妻ヒロコと共に眠る。ありがとうございます。